んだ。なんなんなん、シャシャシャ、まず1234とドラの6なん。おお、ダブリーチャンスではあるね。確かに。だけどね、ハウマンのダブリーとかしたくなかったんで、まあこれでいっか。こいつに行きましょう。そうね、こいつには行きたい。ただ、カンチーピンとか引いちゃうとね、全部ピンズ引切っていくかどうかわかんないですね。カンチーピン引いちゃうと一旦ドラ短期にして、そうね、そこから両面で切ってリーチとかね。どうすんだろう。どうすんだ。まあ順目的には全部切ってもいいんだけど、悩ましいですね。そうね、なんかしない気がしますけどね。してもいいけどしない気がします。さあ、トン一局勝俣選手の4戦ゴールから始まりました。第1試合、浅見の8戦、大輔の2戦、4戦でトン3局を迎えています。本日がレギュラーシーズンの最終日、各チーム96戦を打ち終える日ということになっております。そうですね、もう昨日の段階で5チームはね、もう試合し、ね、レギュラーシーズン終わってますから。あ、これは、あ、そうですね、全然ごめんなさい、三蔵か、堀井選手の手ですね、なかなかまとまっていますよ、はい、ウーワン切りですって。お、割とチートイにかなり ね、寄った一打ですね。はい、勝俣が甘露ピを引き入れて一歩前進。さあ、堀はここで両面を固定します、うん、そうなんですよね、これさっきちょっと両面と見間違えて、はいはいはい、親番浅見ハイパイから動かず。そうですね、まあとりあえずピンズを切るしかなくて、ウーワンも2枚目になったんでね、もう即リーチは全部しなそうですかね、うん、ドラ引いたカンチーピンは打つかもしれない。ドラのローマン引いたカンチーピン、はい、浅見ですね、まあ、打点的に魅力がありますもんね。そうそう、訓録だしピンズがね、なんかいい感じに安くなってるんですよ、はい、そこそこ場に出ていますので。あ、これは外します、外します。お、そうですね、ローピンから切って赤ウピン引きのリーチはね、考えなかったですね。安全度でローピンから切りました。おー、勝俣順調。さあ、ドラ1枚赤1枚のタイアウテの勝俣、イーシャンテンまで来ました。本店の両面になる牌は取りますね。パー1パー層はポンだと思います。はい、トン、トンは場に1枚かな、なおかつペイがいやでもトン引いたらもう手っ張っちゃうから、そうですよね、小数詞はね無理ですね。なおかつペイが前山なんですがいやペイ引いて、ムムってひらめいたっつって番付ければひらめきすぎですかね、あるけど、まあ、そんな人は、ね、多分いない。はい、この形になってしまってますからね、はい、ドラにくっついたテンパイだからね、はい、無理無理、はい、いやそれにしても役満が出ませんね今シーズン。あ、そうでしたね、とうとう1回も出ないままレギュラーシーズンね、今のところ今日出なければ出なかったことになりますよね。そういうことになります。2年前出なかったですよね、レギュラーシーズンで一度も出ず、セミファイナルで1回出ましたね。わお、一応カンウーワンやり点ですね、はい、メンホンドラ1 1万2000のテンパイアサミです、これね、ウーワンとかね今持ってる人が1人勝俣、はい、山一なんですけど、山一です、結構今だったらみんな切りそうなんだよな、うん、切ってロンって言われてびっくりって感じですよね。びっくりしますね、一応、まあ、ただ一応ですよ、あの浅見の捨て牌はマンズに寄せてます、今1枚切れのダブトン切りましたの皮なんで、はい、まあ全然手になってなければやめるんですけど、今回は全員手になってますからね。そうなんです、なんかこれはね全員が今切りそうな雰囲気、はい。さあ、勝俣も先ほど、残れば振り手になるサブローキューマンの受けなんですが、残して形が大きく広がっています、うん、堀は 1-2-3-2-3-4 の3色も見えるんですが、トンチュンが安全牌なんで3は先切りするか悩んでますね、うん、やっぱりあの下茶の浅見がマンズに寄せてるなっていうのが分かるんで、まあ、一応今張ってるとは思ってないから9番も切ったんだけど、はい、うん、今張ってないと思って3番を切るかどうかでしたかね。今1枚切れになったペイを残す、チート位置のイーシャンテンは大輔。そうですね、チートはやっぱ1枚切れの自敗がねやっぱちょうどいいですもんね。マンズ2枚になっちゃうともう切らないもあるか。そうなんですか、どうですかね。イースーソーイースーピンが、イースーソーが4枚見え、イースーピンも4枚見え、ああ安全牌切って保留しましたね、うん、次イースーワン引けるようだったら想像払っていくかな、安全に。はい、ドラが来ました、大輔です。ピンズ払いもあるな、 E ピンが3見えになった。そうですね、うん、何を引く、悩ましい堀、何も引かないさあ、すでに転敗しているのは浅見、うん、1個ある。
ウーアン町は、はい、山に1枚残っています。お危ない、マンズ先に切るか。いや言うてもチートイのドラが浮いてる遺産って言ってる。うん、あ強気だ。はい、そしてこの形でまだ天敗が入らない勝又。パーワンもパーソンも出てないですね。うん、やっぱ何も引かない。ローピンは、遊びには通っている。そうですね、まあケアしてるとしたらまあ大助か。まあ今の数万が強く見えましたよね。うん、まあでもね、川的にそんなローピンが黙って寝ろんの川ではないですかね。スピン早いし、自身もチャンス手なので、ここはイーシャンテン続行のホビーです。あ、ヤンシャンテンかな。そうなんですよ、ヤンシャンテンだから多分悩むんですよね。来るか来ない、来ない。ヤンシャンテンでツモ番がこれとあともう3回。おお、これでね、まあ多分マンズ強気に切れると思うんだけどな。ただイーピン3切れだしな。イーソー2枚、スーソー2枚、あ、スーソー3枚か、うん、あ、どっちも払いたいな、もう、うん、どっちか決めますね。そうですね、テンパれたら1回ぐらいの感じですかね。山に残り1枚のウーアン待ちなんですが、浅見これだけね順目深くなってくるとそろそろいるかなっていう雰囲気ですね。そうですよね、まあだからトン切ってからずっとつもぎってて、まあ、最初はね張ってないだろうなと思った周りの人も、はい、あれもうワンチャンテンパあったら嫌だなみたいになってきますよね。二択大正解、堀慎吾さすがです。これでまあ正直そんなにね上がりたいわけじゃないけど、テンパイ難関は関かな。さあ親番浅見が難を安関していきます。シンドラが吐く、これ大助が2枚です。これはまた行きたくなった。あー、リーシャンツモ、リーシャンだ、苦戦おる。リーシャンツモ面前本一ドラ1、浅見に大きな上がりが出ました。6戦おる、リアルサキヤね出たね。まるで麻雀漫画を見ているかのような鮮やかな上がりです。いや気持ちいい上がり出ましたね。何と関してドラ表示牌をリンシャンから持ってくる剛腕のトップ目。まあ、そうなんですよ、浅見もねやっぱあの新加入で、はい、マイナスで割るとねやっぱね、まあ、やっぱそんなもんかみたいに思われちゃうの悔しいもんね。ここで浅見が個人成績をプラスにすることができれば、赤坂ドリムンズ4人全員プラスでレギュラーシーズンを終えるということになります。そんなこと我々の時代にはなかったですね。村上ドリムンズ時代村上ドリムンズじゃないけど、あの過去5年でね、あのレギュラーシーズンでそんな全員がプラスなんて、まあ、時はなかったです、はい、初年のチャンピオンチームなんですけれども、はい、あの時もレギュラーシーズンは苦しみましたね。マイナスで通過したんでね、はい、まあ、僕結構負けてたんで、はい、初年度とにかくファイナルで勝ちまくっての優勝というドリブンズでした。圧勝でしたね、うん。